はい、今週も始まりました、栗駒三六音楽の旅。今日もマスターよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回のね、鍋さんに代わりまして、ね、南さんが、ね、今度は担当ということですね。どうですか、だいぶ慣れました？まだ緊張します。なるほど、今週で 何日目ですか？そうそう、何日入社何日目ですかね。地震の前とか地震の後とか。一応地震の前にははい、研修してました。いやね、はい、まあ初めてね、ポカラに来ていただきましてね、はい、どうですかこの感じは。すごく楽しいところです、なんか賑やかで、ね。まあ、横テネシー州ナッシュビルってやってますので、ね、はい、まあ、今日初めてね、担当の南さん、南さんか南ちゃんかどっちですかね。南っていう名前ですか。はい、南っていう名前です。まあ、私の店はね、南国、はあ、南国楽園飯店と言われてますので、ね、うん、まあ、ちょうどいい南ということです、ね。はい、まあ、初めて来ていただきましたのでね、うん、初めて来た街っていう曲をね、一曲やってみたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、初めて来た街ならば心が踊るのになぜだろう、帰りたい。土砂降り雨は好きだよ、悲しみ流すから明日は青空さ。水に漂うこの肌よ、空行く雲のよ、陽気な一人旅。初めて来た街ならば心が踊るのになぜだろう、帰りたい。まあ、ということでですね、まあね、初めて来た店という、ね、はい、ポカラにね、お越しいただきましてね、はい、まあ、南さんも、まあ、この収録のね、はい、収録の旅、はい、ね、いろいろこれからね、ユートピアを通じて、いろんな町、村、店、事業所、いろんなね、面白い人にいるとか、まあ、いろんな人に出会える旅というかね、はい、まあ、いいんじゃないですかね。はい、まあ、どういうきっかけからこれをやることになったんですか。私自身人前で話すこととかが好きなので、ほうほう、はい、それで求人見て応募しました。なるほど、はい。どうぞ、住まいはどちらなんですか。住まいは東成瀬です。おお、東成瀬はね、素晴らしくいいとこですのでね。そうですか。私のね、岩名釣りのホームグラウンドですからね。ああ、はい、そう、釣り行かれるんですね。もうね、うちのね、はい、母の父、まあ、うちの曽祖父だな、曽祖父は東成瀬出身、天狗らのあたりです。はい、そうなんですね。今はね、ほぐれてしまったかやぶきの屋根があるんだけども、あそこの商店何だっけな、その斜め前にあったんですよ。はい、うん、それと、まあ、ですね、若い頃、今から30年以上前は、とにかくね、東成瀬の沢はね、はい、ほとんど行きましたね、岩名釣りに。そうなんですね。綺麗でいいとこですよ。はい、水綺麗ですよね。本当にね、東成瀬はあとはですね、天正の滝。はい。ね、あれも、いつだったかな、かなり前の地震で、ね、天正の前にできたのか知らないけど、なんかそういう感じであれがこうできたと言われてますからね。あとは岩井川地震、はい、知らないと思いますけども、はい、ちょうどですね、猿橋、はい、猿橋のちょっとこう曲がったカーブの、はい、マスター方面からずっと走っていくと、左側のカーブのところに、はい、おっきい石が2つ落ちてますから、はい、石落ちてますよね、うん、はい、あれは岩井川地震の時に、はい、上からコロコロって転がってきて、はい、そこに民家があって、はい、その民家を直撃、
あ、そうなんですか。そうそう、それでね、寝ていたじいさんばあさんの枕元で泊まったっていうね、石がありますのでね。そう、それは知らなかったです。いやいやいや、石あることは、はい、あれはちょっと書いてますからね。はい、あとは東成瀬はもうね、ゴールドラッシュの街だったんですよ。田子内から先ね、はい、あの辺にこう3つね、3つ金鉱山があったわけよ。ああ、そうなんですか。うん、あのちょっと左、あの狼沢ってあるんですけども、はい、それから大学商店あるでしょ、はいはい、大学商店の右側の上の沢3つ、はい、3つにとにかく金鉱山があったのよ。吉野鉱山の前に、うん、だから本当にね、あそこに行って、まあね、今度夏あたりこう沢でこうやると、はい、砂金が取れるかもしれない。本当ですか。いや、本当本当本当に、ただ金鉱山はあったんだけども、はい、やっぱりあの採算が合わないんでやめたのよ。あ、うん、はい、それで結構まず栄えたんだよ。あ、そうなんですね。うん、あとその陰の大倉っていうところもあったし、はい、このこっちのね、和賀町の方に行くと鷲の巣山っていうのがあって、はい、あの辺もいっぱい金が取れて、はい、で藤原三代が潤ったという。そうなんですね。あと私はまあみんなに教えたくないんだけども、夜に行くと、はい、とある沢ね、はい、とある沢に岩夏に行くわけですよ。夜ですか。夜とか、まあ、夜月っていうかね、はい、今は今これやられないんですよね、こう捕まっちゃいますからね、はい、行くととある沢のちょっと曲がったところに行くと、もうバーッと明るくなるのよ。へえ、はい、うん、金で砂金で、本当ですか。うん、そうだから、はい、ガイッとこう丁寧に人をしゃぐれしてくるともうポケットにだけでも藤原三代って言われてますからね。本当なんですか。本当よ、本当本当本当。今度じゃあちょっとこっそり教えてもらって行こうかな。そうですね、大体、ね、うん、その地図はね、大体5万円ぐらいで売りますから、はい、ちょっと高くて買えないです。いや本当にね、だからそれで、はい、ね、あの、まあ、これから結構ね、東成瀬もね、はい、自然もいっぱいだけども、うん、その金山を利用した観光も、はい、やれるはずですよ。そうなんですね、初めて聞きました、うん、私はカナダに行った頃ね、はい、あのゴールドラッシュの町、ね、ゴールあのドーソンシティという町はそういうふうに昔取った金鉱山がそのままあって、当時の働いた場所とか休憩所とか食堂とかみんな残ってて、それで劇場もあって、そこで当時のまず劇場でやってた踊りもやりながらミュージアムがあるわけで、うん、それでそこのところに大きいね、岸くるぬいだあの桶があって、はい、それに砂金を最初にパッと撒いてるわけですよ、はい、で水張ってやって、はい、でこういうフライパンの大きいのにあのね、一回何1500円ぐらい払ってそれもらって、その砂金をこうやってすくって取れれば自分のもの。あ、はい、うん、取れないとこんな小さいのね、うん、ちょっとくれるんだけども、はい、うん、まあ、そういうね、観光、まあ、ゴールドのラッシュの町東成瀬、はい、あとはね、イワナもいっぱいいるしね、はい、あとはイワナの養殖場は2軒もあるでしょ、はい、ありますね、うん、ね、あとは大柳沼とか、はい、あとは赤滝、はい、ね、まあ、あの辺はみんな行きましたね、はい、うん、キャンプ場もあるしね、はい、いっぱいありますよね、うん、いいとこですよ、ね、でも赤滝はあのダムで、ね、もうすぐとか沈んじゃいますよね、まあ、残念、まあ、沈まないようにね、うん、全国のダムを作らないと1000億ぐらいは浮きますのでね、それを被災地に向けるとか、うん、ね、うん、そういうふうに、ね、していただければいいんじゃないかなと思うんですが、はい、どうでしょうか。はい、そうですよね、いろいろなちょっと話とか脱線してしまいながらもいろいろなお話聞けました、うん、はい、いや、いいとこじゃないですかね、はい、これを機会にじゃあ雪が消えたらね、東成瀬にも、ライブやろうかと。はい、ぜひ来てください。東成瀬にわざわざね、自給自足の、ね、生活をしてるね、杉山ファミリーもいますから ね、 あ、はい、ね、そういう方も来てね、やっぱり東成瀬の良さをね、どんどんアピールしてもらってますのでね、地元にずっといるね、我々ももともと自分のいる場所をこう見直すというのもいいんじゃないかなと思いますね。うん、そうですね。ということでじゃあ今日はですね、風の学校をね、歌ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。
風はいつも吹いていた。海に山に川に、人はいつも生きてきた。土に花に水に、優しかった昔を取り戻そうと、忘れてきた魂をもう一度探し見つけ出そう。風はいつも吹いていた。海に山に川に、風は今日も吹いている。雲に波に草に、人は今日も生きている。町に村に地球に、あるがままのすべてを取り戻そうと、瞳閉じて微笑めば、恵みの季節が回ってくる。風はいつも吹いていた。海に山に川に、人は今日も生きている。町に村に地球に、はいね、東成瀬から ね、 ねわざわざ私のところに謝罪に来ていただきましたね、はい、南さん、まあ、東成瀬のどの辺なんですか。の入ってすぐのあたりです。入ってすぐっていうと、あの不動岳の、はい、近くです。おーおーおー、はい、あそこもね結構あの、はい、アユいるのよ。アユ、本当ですか。アユはいるし、あの不動岳ではもうね、仙人修行、はい、仙人修行、仙人修行は ね、あの仙人修行の元祖をね、あれをね、まあ仕掛けた方はですね、まあ永伝寺ね、永伝寺の和尚さんですね、はい、軸斎さん、軸斎さんね、それとか、まあ、当時の青年部の方々、はい、ね、まあね、あのエリアは素晴らしいですよ、うん、不動岳の周りのあのキャンプはされないんだけども、はい、ちょっとした休憩所があって、そうですね、うん、今すごい綺麗に整備されてますからね、うん、あそこもね、うん、我々はまあ夏になるとあの不動岳にね、はい、滝浴びに行くんですけどね。滝浴びですか、うん、あれはまた気持ちいいんですよ、ちょっと怖い気します、滝浴びとかって。いやいや、今はダメですよ、あんまり多くてね、はい、今はちょっと行けないですけど、ね、はい、ぜひね、これから、うん、いいんじゃないですか。はい、ね、夜になるとあの夏はホタルがすごいいっぱいいるんですよね。綺麗です。あとは千人の像があるし、あとはなんだ、はい、まあそうだ、まあ、俺の知り合いのね、ヤマトっていうね、方が、あの、ちょうど猿橋の手前。はい。で、ね、手打ちそば、ヤマトをやってますのでね。はい。まあ、昔、あそこのとこからずっとね、動こうつのね、トラックのチューブをね、2個もらってね、それで、こう、いかだを組んでね、下ったりしたことなんですけど、ね。すごいですね。何でもやってるんですね。いや、いろいろと、だから自分たちの、そういうね、そういうところで遊ぶっていうね。はい。あとは、大柳沼でね、うん、キャンプしたりね。はい。昔は、あれほどね、綺麗にこう、言うほどなかったんだけども、うん、なかった方が、あの、非常にね、自然で良かったんだけどね。うん。あとは、その、上沼と下沼をね、大柳沼。のつながっているところにはサワガニがいっぱいいますからね。そうなんですか。そうなんですか、自分のねサワガニ取りとか行か行ったことないですね。小学校の時ぐらいですかね、でも。今ね全国どこもやっぱり、ね全部都会化してますのでね、あの
そのなんていうかな、風土はこう自然いっぱいあれなんだけど、みんな生きてる人たちはみんなもうテレビなりなんなりね、車ね、その他でもう全然もう田舎ではないというね、うん、私はだから田舎暮らしと言ってますけども、はい、胃袋の胃ね、中空田舎暮らし、はいね、はい、まあ、ね、放射能はまだここには取れてませんのでね、はい、まあ本当にね、放射能をね、に心配な方がいっぱいいますからね、我々まあ幸せな方ですよ。そうですよ ね、はい、本当に、うん、ということで、まずここでね、一旦ちょっとね、ひと待ちをしたいなと思いますけど、はい、はい、はい、ね、ということでクリコマ三六音楽の旅ね、ポカラのですね、横テネシー州ナッシュビルって言われてますね。こうね。それでうちのね、この席が代々旅立つの席って言われて、はい、ここに座った人は早い人で2日、はい、遅くても5年以内にはパスポートを取っていくと。それでですね、うん、ナッシュビルのね、立役者がね、ハンク・ウィリアムスっていうのがいるんですよ。はい、それで、いつもね、ちょうどいろいろこう遊ぶときにはね、手伝ってもらってますね、はい、方が。今日もね、なんかね、洋上クルージングにね、多分これは日本、はい、なんで言ったんですか、先生。ん、なんでハンクさん、あれなんてかな、船の名前なんだっけ、アスカ、いやいや、あのよ、うん、あ、これ見ればわかるな、ね、今はね、こうね、ロイヤルカリビアンクルーズ、どっちまで行ったんですか、東南アジアずっと回ってきた、じゃあ9日間ベトナムにも、ベトナム映画にがあったんだ、あら、うん、残念、シンガポールから、シンガポールの、うん、それとインドネシアにマレーシアとタイか、うん、ね、こういう形でですね、すごいですね、うちのこの旅立ちの席にはですね、そういう方はね、全然毎日豪華気な、いやストレスアップして、いや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 なかなかいい気よ、ね、プールもあるし、一周400メートルだもん、船、はあ、ジョギングコースある、すごい、ということでね、今おしゃべりしていただきましたのがハンク石田さん、はい、ね、はい、ね、で私がウィリアムヤスと言われてます、ね、はい、二人合わせてハンク・ウィリアムス、はい、ということで、ね、無事、帰国していただきましたので、ね、はい、私のテーマソングです、気楽な旅をね、歌ってみたいと思います、はい、お願いします。人はみんな夢を求めて迷える旅人、今よりマシな自分を求めていつも歩き続ける、できることなら気楽な旅で楽しく暮らせたら、悲しいことも忘れることができるはずだから、せめて今日からでもいいのさ、明日を信じること、それが気楽な旅、ということでですね、今日もお送りいたしました、クルクマ三六音楽の旅、ね、ね、豪華クルーズにから行って帰ってまいりました、ね、ハンク石田と私ハンウィリアム安田をお送りいたしました、ということでまた来週、ね、はい、それではごきげんよう。